トーマス・ジェイコブ・ヒルフィガーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身のファッションデザイナーであり、トミー・ヒルフィガーとして知られる人物である。高級医療品を中心としたファッションブランドである、トミー・ヒルフィガーの創業者であり、1985年の創業以来、長年にわたり同社のチーフデザイナーを務めている。ヒルフィガーは、アメリカ合衆国を代表するファッションデザイナーの一人とされ、 トミー・ヒルフィガーブランドも、同国を代表するファッションブランドの一つとみなされている。ヒルフィガーは1970年代に、地元でファッション事業を起こし、デザインについては独学で学んだ。1980年代に、プレッピー路線のメンズウェアとして、自身の名を冠した、トミー・ヒルフィガーブランドを立ち上げ、ほどなく、同盟の会社を起業した。 同社は男性向けの高級医療品分野で成功し、後に婦人服や香水など様々な分野に商品を拡大していった。ヒルフィガーは1989年にトミー・ヒルフィガー社を売却し、同社は2010年に PEVH 社の参加企業となる。ヒルフィガーは会社の売却後もトミー・ヒルフィガーに泊まり、同社のプリンシパルデザイナーとして活躍を続けている。 1969年にエルマイラフリーアカデミー高校を卒業した。両親はヒルフィガーが大学に進学することを望んでいたが、ヒルフィガーは高校時代に起こした自らのビジネスを追求する道を選び、その傍らエルマイラにある GST 共同教育サービス理事会に通った。高校時代の1969年に医療品を販売する商売を始め、 1971年に150ドルを回転資金として自身の医療品店、ピープルズプレイスをエルマイラで開業した。ヒルフィガーは同店の医療品はニューヨーク市で買い付け、ベルボトム、ブラウス、革ジャケットなどを売っていたが、これらのデザインに不満を持ったことから、自らデザインをスケッチするようになり、独学でファッションデザインの経験を積んでいくことになる。ピープルズプレイスは、 全展開に成功し、7店舗にまでその店舗数を増やしたが、1977年、ヒルフィガーが25歳の時に破産した。これはヒルフィガーが商売の仕組みをよく理解していなかったという事情によるもので、ヒルフィガーにとってはその後の教訓となる。デザイナーとしての道に情熱を見出したヒルフィガーは、さらなるキャリアを積むため、1979年にニューヨーク市に移り住んだ。 そこで、いくつかの異なるブランドのために働いた後、1979年に、トミーヒルという名の会社を設立した。同社はジーンズを主に扱っていた、ジョルダッシュをクライアントの一つとするようになり、ヒルフィガーはデニムの取り扱い量が拡大した。その買い付けのためもあって、1979年にインドを旅行し、この旅はヒルフィガーにインスピレーションをもたらした。 1984年、メンズウェアの展開を考えていた、インドの実業家、モーハン・マジャーニからの依頼で、男性向けスポーツウェアのデザインを手掛けることになった。この際、マジャーニの支援を得て、自身のブランド、トミー・ヒル・フィガーを創設し、1985年には、同名のトミー・ヒル・フィガー社を創業した。1989年、経済的な問題を抱えた、ムルジャニに代わって、 新たに、香港の実業家である、サイラス長からの財政的支援を得た。この頃になるとヒルフィガーは、自分が、会社経営そのものには、興味がないことに気づいていたため、蝶と彼のパートナーで、ラルフ・ローレン社の元幹部である、ローレンス・ストロールに会社を売却し、蝶とストロールによって、新会社、トミー・ヒルフィガー社が設立された。これにより、経営は、 以前から任せていたジョエル・ホロビッツが担い、マーケティングは、ストロール、調達は、蝶がそれぞれ支えるという分担が生まれ、ヒルフィガー自身は、ファッションデザインに専念できる体制となった。まだそこにない何かを作りたいという思いから生まれました。私は、当時のファッション市場にどういった製品があるのかをよく知っていましたし、それらとは異なるものを提供したかったんです。 私の内面にある少年がということになるかもしれませんが、私立学校の制服であるとか、IB リーグの伝統的な服装、それと船乗りやジョックの服装といったものが大好きだったんです。それらのおなじみのデザインを取り入れた上で、もっとゆったりした感じにして、かつモダンでクールな服を作りたいと考えていました。ようやく自分で自然か強いと感じられる仕事をできるように、 なったわけです。私たちが作り上げているブランドは、私がどういう人間であるかということについて、とても正直かつ忠実に語っているもので、それを生み出すことに苦労は全く感じません。トミーヒルフィガーヒルフィガー1989年以降、売り上げの規模は毎年倍増し、1992年にはトミーヒルフィガー社は株式公開を果たした。 1996年に同社は女性向け製品もラインナップに加えることとなる。デザイナーとしてのヒルフィガーの名声も高まり、1995年にはアメリカファッションデザイナー評議会からメンズウェアデザイナーオブザイヤーを授与された。トミーヒルフィガー社の規模は拡大を続け、2004年の時点で年間売り上げはおよそ18億ドルとなり、5400人もの、 従業員を抱えるまでになる。2006年にトミー・ヒルフィガー社はエイパックスパートナーズに買収され、ついでエイパックス社は2010年にトミー・ヒルフィガー社を PVC 社に売却した。ヒルフィガーはその後もトミー・ヒルフィガー社にプリンシパルデザイナーとして泊まり、2021年の今日に至るまでデザインチームを引き続けている。 初期のデザインは1960年代のカウンターカルチャーに基づいたものだったが、1980年代以降はクラシックなアメリカのニューイングランドスタイルに基づいたものへと変化していった。ヒルフィガーが確立させたこのデザインコンセプトをトミー・ヒルフィガー社はクラシックアメリカンクールと呼んでおり、東海岸のクラシックなスタイルと西海岸のひねりの効いたデザインを融合させたものだとしている。 ヒルフィガーがデザインした服は、スタイリッシュでありながら、日常的に着やすく、快適で着回しもしやすいという、様々な目的にかなうものだった。これにより、トミーヒルフィガーブランドは、ラルフローレン、カルバンクライン、ノーティカ、DKNY、ダナキャランといった、他の高級衣料品ブランドと並び、1990年代のスポーツウェアの中で最も有名なブランドの一つとなった。 トミー・ヒルフィガーは、もともとは、プレッピー路線のファンションブランドだが、1990年代には、音楽産業との結びつきにより、ヒップホップ系ファッションの要素も取り入れていった。ヒルフィガーは、カジュアルなブランドを手掛ける一方で、オートクチュールの依頼を受けることもある。また、音楽業界との結びつきから、ブリトニー・スピアーズらのステージ衣装をも手掛けた。ヒルフィガーはそのキャリアを通して、 FAME すなわちファッション、芸術、音楽、エンターテインメントの分野からインスピレーションを得ている。そうした思考は1990年代のトミー・ヒルフィガー社が音楽やエンターテインメントの分野と繋がっていったことの要因ともなっている。ファッションと著名人をブレンドさせる試みは当時としては新鮮なものであり、ヒルフィガーは自身の生み出したファッションをポップカルチャーを用いて 印象的に宣伝した。芸術について、ヒルフィガーはアンディ・ウォーホルのファンであり、その作品のいくつかを所有している。もし夢のディナーに誰かを招待できるとしたらと聞かれて、ヒルフィガーはジョン・ F ・ケネディとジャクリーン夫妻、ミック・ジャガーの名と共に、ウォーホルの名を挙げている。1990年代以降、事前活動に積極的に取り組んでいる。 自身が設立したトミー・フィルガー・コーポレート、ファウンデーションや、トミー・ヒルフィガー社のトミー・ケアーズを通して、セーブ・ザ・チルドレン、世界自然保護基金をはじめ、様々な活動を支援している。自身の子が自閉症であることから、自閉症治療の調査研究を行うオーティズム、スピークスの支援も行っている。次世代のファッションデザイナーを発掘する活動にも、熱心に協力しており、CF だ。 防ーファッションファンドが主催したアメリカンズ・イン・フランスキャンペーンを5期にわたって講演した。この取り組みの中でサイモン・スパー、ピーター・ソム、アルバトス・スワン・ポエル、ジョージ・エス・キベルといった若手デザイナーたちとコラボレーションを行った。1953年3月24日、ニューヨーク州エル・マイラにて時計師職人でドイツ系スイス人移民の父・リチャードと アイルランド移民の子孫である母バージニアの間に生まれた。リチャードとバージニアの間には旧死あり、ヒルフィガーはその第二死だった。1976年、ヒルフィガーはピープルズプレイスのイサカ店の従業員だったスーザン、シロナと出会い、1980年に結婚し、2000年に離婚した。スーザンとの間には4校を設けた。2008年に D をクレッポと再婚し、D との間に一子を設けた。D の連れ子を含め、ヒルフィガーには7人の子供がいる。最初の妻との間の一子と、D の連れ子である一子は、自閉症スペクトラムを抱え、これはヒルフィガーが自閉症についての事前活動に取り組むことや、トミー・ヒルフィガー社が、障害者のニーズに対応した、トミー・ヒルフィガーアダプティブというコレクションを設けることに、 影響を及ぼした。ありがとうございます。